エランクールは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ県のコミューン。エランクールは、イルド・フランス地域圏で、最も標高の高いルヴァンシュ丘陵にある。現在のエランクール丘陵は、ニュータウン建設のが礫で作られ全体が人口である。旧世紀、サンジェルマンイコールデイコールプレ修道院の財産を、登記する、修道士が、 ポリプティクスの中に、ラテン語の影響を受けた、ゲルマン語の地名アグリニクルティスの名を記したのが、最古の記録である。アグリン、または、アジュルとは、囲い込まれた農地を意味している。地名は、ゲレンカーテム、エレンキュリア、エレンクト、そして1757年以降は、エランクトとなって、今に至る。20世紀初頭のエランクールは、 734ヘクタールの面積に598人が暮らしていた。住民の大半は農民だった。大戦後のパリが均衡を取り戻すと、ニュータウン構想が浮上した。1960年代後半、都市開発投資家、ジャック・リボーが最初に、アジオ平野の土地とセプトマールの土地を購入し、そこで、郊外都市の建設を始めた。1971年、 エランクールは、自治体間連合さんイコール簡単イコールアニブリーヌへ、加入した。ありがとうございます。